ちは、ジーナでーす。今日は火曜日、コンビニ新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら。早速食べていきましょう。はい、というわけで今週のコンビニスイーツですね、やっていきましょう。今週の注目はですね、まずはローソン、桃を使ったねスイーツがいろいろ登場しています。今朝はそのうちの2つが買えました。でそしてね、今週もねこの蜂蜜系がね出てるんですよね。蜂蜜バターに蜂蜜マーガリンで、今日ね買わなかったんですが、ローソンでね蜂蜜レモン系のねお菓子がいろいろ出ています。まあ、これはね後編でやるか別枠でやるか何らかの形でご紹介できたらなというふうに思ってます。で生コッペパンのね新作が来ましたね。といってもねこれは再登場ですね。金額は特に変わってないです。その他何か変更点があるようだったらここ出しておきますね。前編はまず8品じっくりチェックしていきましょう。はい、ではまずローソンの桃いきましょう。ゴロッとした2分の1個分桃のタルト。はい、中から出すとこんな感じです。本当にね桃半分ですね、ドーンと乗っかってます。でその周りにちょっと桃のジュレっぽいのが入ってて、でタルト生地ですね。で断面はこんな感じです。これちょっとね断面で質感伝わりますかね。桃がねかなりしっかりした桃ですよ。でその下にホイップがあって、え結構ね分厚めのタルト生地ですね。これ製造山崎かな。土台がね分厚くて、この薄く広がっていくタルト生地のねこの形、いかにも山崎って感じです。なんかね桃が、桃っていうよりもあのリンゴのコンポートみたいな、そんな感じの肉質、あの切った感触がね、食べてどうでしょうね。私今食べる前にリンゴのコンポートみたいって言ったけど、食べたらまさにリンゴのコンポート。ジューシーさもあるんだけど、しっかりしてるなっていう印象の方が強い。でそれ以上にタルトがサクサク、ほんとなんかね分厚いクッキーのような、もうザクザクくるんで食感が、ね、いいですね。おいしい。例によってねローソンちょっと詳しい内訳がわからないんですけど、タルト生地の上にホイップがあって、で桃ソースかな、果肉入りの桃ソースっぽいのが入ってる。その上にさらに果肉、そういう感じの構造ですね。味もなんか桃特有の甘さも、そしてちょっとフルーティーな酸味も両方あって、プラスタルトの香ばしさとこのホイップのコク、いろんな味がね組み合わさってるんですよね。で食感もいろいろじゃないですか。でもやっぱり何よりもねこの桃が半個ドーンと乗っかってる、それをね頬張ってる感がすごくいいですね。桃のゴロゴロ感とタルトのザクザク感、このね味も食感もね両方いいです。気になる方はぜひ試してみてください。じゃあローソンの桃もう一つ行きましょう。ゴロゴロとした桃のオムレット。はい、中から出すとこんな感じです。こちらもね、カットされてるとはいえ、本当にね、桃がゴロゴロ入ってますね。で、生地持った感じはふわっふわでした。はい、で、断面はこんな感じです。こちらもね、さっきのタルトと同じですかね。中にはホイップと桃のソースのようなものが一緒に入っています。あ、やっぱりね桃の感じはさっきと同じ、ジューシーさもありながらねシャキシャキ感もあって、しっかりめの肉質ですね。でもこっちカットされてるから、やっぱさっきのあの半個の状態からかじるのとはちょっと食感が違いますね。ただね基本さっきのタルトと味の構成は一緒。こっちはふわふわの生地で包まれていて、さっきのタルトはちょっと香ばしさがあったけど、香ばしさの代わりに少しと甘いケーキ生地のような、そんな香りがします。だからもうこれはねお好みで選んでいいんじゃないかな。ただ一つ言うと、この桃のねしっかりした肉質がいい意味で食感良かったんですよ。でこれカットされてるとそこはちょっと分かりづらい。タルトもそうだし、桃の食感についてもさっきのタルトの方がおすすめかな。香ばしくてザクザクとしたタルト生地が好きか、ふわふわとしたオムレット生地が好きか、それはもうねお好みで選んでみてください。
い、ではローソンもう一ついきましょう。ハニーバタートースト。はい、中から出すとこんな感じです。これはフランスパン生地なのかな。その上にね、もうこれハニーなのかバターなのかよくわかりませんが、もう染み込んでます。どこ触ってもねベタベタする感じ。こういうちょっとねハニーだまりというかバターだまりというかありますね。はい、で断面はこんな感じです。表面はねもうしみしみじわじわなんですけど、パン生地自体はねしっかりめなんで、切った感触はねしっかり弾力のある感じですね。うーん、蜂蜜とバターと結構ね同じぐらいのレベルで感じる。結構ねしっかり甘みのある蜂蜜バターですね。食感はね、長熟シリーズのフレンチトーストみたいな、縁の部分はしっかりめで、この表面のとこだけね染み込んでる、それの蜂蜜バターバージョンですね。うん、あ、いや、どうかな。もしかしたらこれ人によっては、いや、ちょっとハニーバター少なくないって思うかもしれない。もともとこのフランスパン生地っぽい固めの食感が好きな人はね、そこ気にならないと思うし、イメージと違っても許せると思うんですけど、このハニーバターじわじわ感を期待して食べた人によってはちょっとそれ少ないなーって感じる人もいるかもしれないですね。まあ、ただね、味は美味しいです。蜂蜜バター系のね味が好きな方、あとこのフランスパン生地系のね食感が好きな方、ぜひ試してみてください。うん、はい、ではファミリーマート行きましょう。チョコバナナクッキーサンド。はい、中から出すとこんな感じです。これも前からあるシリーズですよね。ちょっとねもちっとしたクッキーなんですよ。パキッと割れない系の。今回はココアクッキーで、さらにねこのバナナチップが乗っかってます。はい、で断面はこんな感じ。中にはバナナクリームなんですが、さらにその中にね削りチョコが混ざってます。このシリーズ久々じゃないですか。最近なんかね、旧パキチョコっぽいのも出てきてるしね。このクッキーね、私結構好きなんですよ。ザクザク系の食感も好きだけど、ちょっとね、もちっとしてるんですよね。こう、ぐにゃぐにゃ、弾力がある感じ。この食感がね、ちょっと気持ちいいんですよね。で今回これ、バナナチップが埋まってますよ。新しい。ちょっとこの、ぽにゅっとした、独特の食感のクッキーから、さらにバナナチップがザクザクくるから、もっとなんかね個性的な食感になってる。あ、でしっかりねチョコバナナですね。チョコ味もバナナ味もねしっかりめにくる。チョコバナナ系だと結構バナナがメインで、おまけにチョコが香ってくる系のものも多いんだけど、これはねチョコしっかりですよ。でもねバナナも負けてない、いいバランス。おいしい。今日はちょっとこの、ね、食感が楽しい感じがねいろいろあってねいいですね。いや、これ本当にこのクッキーのね食感がね個性的なんですよ。今日はそこからさらにバナナチップの食感が加わってるから、なんかねスペシャルバージョンって感じがする、私個人的には。でバナナクリームの中に削りチョコなんだけど、削りチョコがねもうなんかチョコチップぐらいのしっかりめの削り感なんで、そこからもチョコが来るし、さらにこのクッキー生地からもねココアが来るんで、チョコ感しっかりめのチョコバナナ味で食感も面白い。でもこれマジでこのシリーズ、このクッキー生地食べたことがないって方はね、ぜひ食べてみてください。ハマる人にはねハマると思います。気になる方はぜひ試してみてください。はい、引き続きファミリーマートです。ファミリーマートもね蜂蜜いきましょう。蜂蜜マーガリンサンド。はい、中から出すとこんな感じです。パンがね触った感じふかふかですね。厚みのあるパン生地です。その中にこれね蜂蜜ゼリーとマーガリンが入ってますね。これゼリーなんですね。で断面はこんな感じです。てかこれね断面切った途端蜂蜜の香りがねすごい。それはもう蜂蜜ゼリーだから、見た目以上にしっかり蜂蜜が凝縮されてるってことなんですかね、わかんないけど。蜂蜜濃厚。パンがふわふわしてるだけかと思ったら結構ねもちっとしてる。すごい気持ちのいいね、ふわもち生地。マーガリンどうかな、もう蜂蜜がとにかく強くて、マーガリンはよくわかんないけど、生地とこの蜂蜜の組み合わせがねめちゃくちゃ美味しい。蜂蜜が強いっていうかね濃いですね。すごいなんかね深みのある蜂蜜味。やっぱねゼリーになってるからか、蜂蜜というよりはちゃんとねなんか固形の蜂の巣をかじっているかのような、しっかりと密度を感じますね。マーガリンよくわかんないけど、ただじゃあ蜂蜜一色かっていうとそうでもないから、ちゃんとまあそこはね隠し味的に効いてるんでしょうね。
もうパンがこれだけ深く厚みがあるのに、蜂蜜はそれに全然負けてないんですよね。それがいい。構成はシンプルなんですけどね、それ以上の味と食感ですね。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ではこれ再登場のね、こちらいきましょう。生コッペパンですね。ブルーベリージャム&チーズクリーム。はい、中から出すとこんな感じです。生コッペパンはね、このとろける系ともちもち系と2種類あるんですが、こちらはとろける系ですね。ブリオッシュ生地でできています。もう本当にね、触った感じもね、ふわっふわで、それ中開くと、はい、中にはね、チーズクリームとブルーベリージャムが入ってるんですが、もう見た感じはね、ブルーベリーですね。もうね、香りも今ね、ブルーベリーがめちゃくちゃ強いです。で、断面はこんな感じ。あ、こうして見ると分かりやすいですね。チーズクリームがね、しっかり見えます。ふわふわ柔らかいですね。で、ブルーベリーが強い。あ、でもね、チーズクリームもブルーベリーに合うようなレアチーズ系なんだけど、それをより中で味を濃くしたような感じ。爽やか風味なんだけど濃厚なんですよね。それがね、このブルーベリーとすごく相性よく、いい味になってね、感じられます。で、周りはこのふわふわした生地じゃないですか。だからとにかくね、内側が強い。それをもうね、ふわっと軽い生地がね、こう包んでくれてる、そんな感じのね、食感ですね。おいしい。私これ前食べたっけ。私初めて食べたぐらいに感じてる。こう中身がガツンとくる感じがね、いかにもファミリーマートって感じでいいですね。うん、まあでもブルーベリー強いけどね。ブルーベリーも強いんだけど、チーズも負けてない。これね、すごく美味しかったんで、ぜひ試してみてください。うん、はい、じゃあセブンイレブン行きましょう。カステラサンド。はい、中から出すとこんな感じです。これね、結構大きいんですけどね、その大きなパン生地の間に分厚いね、カステラが挟まってます。で、間にね、クリームが挟まってるんですけど、これどうやらね、シャリシャリ食感らしいですよ。まあ、一応真ん中ら辺で切ってみました。左側の方がね、これあの裏側に来る部分なんですけど、これ裏から見るとね、あんまり後ろの方までクリームが入ってないように見えたんですが、まあ、こうやって見るとね、ちゃんと入ってますね。シャリ混ざってるのは分かるんですけど、多分細かすぎるのかな。それよりもなんかこの周りの生地とかカステラの方が食感が強いから、あんまりそんななんかあからさまにシャリシャリは来ないですね。シャリシャリクリーム勢いを取られてカステラよく味わってなかったからちょっと改めて食べます。うん、しっかり卵の風味がきますね。私なんかこういう違う質感のものをこう重ねて食べるの大好きだから、このちょっといわゆるパン生地の中にちょっとしっとりしたカステラ生地が加わってる、その2つの食感が口の中でね、混ざって感じられるのがね、楽しいですね。味もね、すごい普通なんですよ。めちゃくちゃシンプル。本当にパンの味とカステラの味なんだけど、なんか妙に後を引く。で、これもうちょっとクリームがね、あのシャリシャリ感が来たらより良かったなというふうに思いましたね。ボリュームあるんだけど、このやっぱ質感の違う食感がね、飽きさせないですね。ただ味はすごく素朴、シンプルですね。気になる方はぜひ試してみてください。うん、はい、では最後こちらもセブンイレブンです。あずき蒸しパン。はい、中から出すとこんな感じです。わ、すごい小豆のいい香り。小豆の香りっていうかね、でもね、あんこ系じゃないんですよ。なんて言ったらいいんだろう、小豆バーの香り、すごいなんかね、華やかな香り。これはね、生地の中に粒あんを練り込んでいて、さらに小豆の甘納豆が乗っかっています。あ、これなんか甘納豆の香りかな。で、断面はこんな感じ。今切った感じはね、意外にもちっとしてました。あー、めちゃくちゃ香りがいい。あ、さっき嗅いだいい香りがそのままね、口の中に広がってる。で、生地やっぱりね、もちもち、おいしい。もうなんかね、ずっと嗅いでたいこの香り。お花のような香りなんだけど、ちゃんとね、小豆なんですよ。え、これ甘納豆が美味しいのかな。いや、違う、甘納豆だけ食べたら、あ、甘納豆だなって味だった。で、生地の方、ちょっと生地だけ、こっちだ、生地だわ。これやっぱ生地そのものの風味と小豆が組み合わさってこういう香りになってるのかな。もうとにかく
めちゃくちゃ華やかな、ね、小豆のいい香りです。もう食べるとそれがね口いっぱいに広がる感じがね、またいい。私蒸しパンは結構ねこのもちもちした感じが好きなんだけど、もうその通りですね、ふかふかもしてるんだけどもちもちさもあります。でしっとりもしてる、香り嗅いでるだけでも幸せになります。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今週も美味しく始まりました。今回のおすすめはですね、まずはローソンの桃ですね。で私からはねタルトの方をおすすめします。もちろんあの生地はねオムレットかタルトか、これはもうお好みで分かれるところだと思うんですけど、やっぱねあの桃半分がねドーンと乗っかってたあれをねそうかじる感触がすごい良かったですね。なかなかコンビニスイーツであの大きさの桃をかじれるっていうねことはまずね他にないと思うんで、でプラスタルトのねザクザク感も良かったですね。桃自体の風味とタルトの この香ばしい感じの組み合わせも良かったです。そしてファミリーマートからはチョコバナナのクッキーサンド、これはね前からあるシリーズなんですけど、相変わらずあのクッキーのねちょっとあのこうぐにゃっと曲がる弾力のあるクッキー生地の食感も良かったんですが、今回はそれにねバナナチップで、さらに中のクリームもねバナナクリームの中に削りチョコが入ってる感じがねすごく美味しかったです。これもやっぱりね食感と味両方良かったですね。でセブンイレブン最後の小豆蒸しパン、びっくりしました。もう香りが良くてびっくりした。もうねこれ想定外でしたね。私あんこ好きだから小豆蒸しパンって聞いただけでももちろんテンション上がってましたけど、もうそれももう完全にひっくり返るぐらいの想定外のね香りの良さでした。小豆系のねスイーツ好きな方ぜひ試してみてください。はい、というわけでまずは前編が終了ですね。後編はローソンのこの桃の続き、チルドスイーツはあと2つ残ってるんでそれも楽しみです。あとねファミリーマートはね私の大好きなマカロンにねレモンクリームが挟まったものが出てきます。でレモンといえばローソンのね蜂蜜レモンシリーズ、これ後編でやれそうだったらやりたいと思ってます。ちょっとね品数がそんなに集まらない気がするので後編でやる可能性が高いかなというふうに思います。後編もできるだけ皆様の関心の強そうなところで集めてみたいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。この動画良かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。